今回はですね、なんとスパイラルキャピタルシニアアソシエイトの直井様にお越しいただきました。直井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サバイブ能力みたいなのが鍛えられましたけど、はい、皆さんこんにちは。グリーンタレントハブの井口です。今回はですね、なんとスパイラルキャピタルシニアアソシエイトの直井様にお越しいただきました。直井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、直井さんとの出会いは多分ツイッターですかね。そうだったかもしれないですねでその後クライメートテックデーにですね、東京大学で開かれたイベントに私が参加して、そこで初めてお会いさせて、いただくことができて、今回出演いただいたという経緯になりますね。直井さんのキャリアも非常に華々しい、ですし、スパイラルキャピタルさんも今非常に注目が集めているベンチャーキャピタルさんになります。で、直井さんは今クライメートテック領域に特化して投資業務を行っていらっしゃるんでしょうか。そうですね、ほとんどはクライメートテック関連。わかりました、はい、そのたりぜひ深掘りさせていただいて、かつあのこのクライメートテック、まだまだ起業家もそして働く人も足りないという課題認識を私も持っておりますので、今後この領域の可能性だったりですね、魅力といったところに関してもお話を伺いできればなと思っています。じゃあ早速ですけれども、スパイラルキャピタルさんの会社のご紹介をお願いできますでしょうか。はい、弊社のスパイラルキャピタルというのは独立系のベンチャーキャピタルになっております。ベンチャーキャピタルとかですね、あのスタートアップとはというところからいくとですね、スタートアップというのはやはりその急速にハイグロースを目指していくような、まあ、そういう新興企業という位置づけでして、まあ、ベンチャーキャピタルに関してはそこに株式のご出資という形で投資をさせていただくという金融機関というふうにご認識いただければと思います。弊社スパイラルキャピタルは、まあ、その中でもですね、独立系のこうベンチャーキャピタルとしてですね、まあ、様々なスタートアップにご出資させていただいていて、もうおそらく累計で出資先の数で100件近くになるかなと思うんですけれども、まあ、我々はいろいろなベンチャーキャピタルさんがあるんですが、比較的こうアーリーステージのスタートアップへのご出資を中心に活動しております。あのアーリーステージというのは目安でいうと、まあ、創業から、まあ、数年ぐらい経ってきてですね、あの、まあ、いわゆるその事業のプロダクトマーケットフィットをし始めたとかですね、まあ、あるいはシリーズ A と呼ばれるラウンドがあるんですけど、まあ、そのあたりでこうご出資させていただくことが、まあ、一番多くなってますね。一部こうシード期のスタートアップへのご出資させていただいたりとか、グループステージの出資もあったりというような状況でございます。で、あとどういう領域にあの投資しているのかというところなんですけれども、経営スタイルとしてですね、なんか純投資の、ファンドとですね、あとはその大企業さんの、その CVC を預かっている、まあ、うちがその投資担当ということで、その CVC を運営しているという、まあ、2種類のファンドを運営してるんですけれども、まず純投資側でいくとですね、あのまあクライメートテックを中心として、スマートインフラと呼んでいる領域があるんですけど、まあ、そこがまず重点領域の一つですね。で、まあ、その他でいくとですね、あのまあフィンテック、まあ、M3、NFT とかですね、あとはヘルスケア、こういったあの領域がまあフォーカス領域というところで出資させていただいているという状況で、あと CVC 側はですね、今でいくとあの物流の大手企業さんの性能運輸さんのファンドを先月リリースになって、囲碁ファンドも立ち上げさせていただいたんですが、まあ、その性能さんのファンドを扱っていたりですね、あとは T&D さん、生命保険の会社さんのファンドを預かっていたりとかですね、不動産関連の全国保証さんのファンドを預かっているという状況ですね。弊社の背景としてはそんな状況ですね。ありがとうございます、はい、ベンチャーキャピタルさんって今非常にこう次々と新しく立ち上がっていて、活況になりつつあるのかなと思っておりますけれども、その中でもスパイラルキャピタルさんのこう特徴といいますか、ユニークな点というとどういったところが挙げられますでしょうか。はい、そうですね、あの、まあ、弊社一番強みとしているところはオープンイノベーションです。まあ、大企業とそのスタートアップの事業連携をオープンイノベーションと呼ぶこと、まあ、特にそのオープンイノベーションに力を入れています。あのもちろんそのスタートアップに、まあ、投資をしてですね、フィナンシャルのこうリターンを狙っていくという、まあ、VC としての、そのベースとなるところはもちろんやるんですけれども、まあ、一方で大企業さんの、そのご紹介とかですね、そういったところはあの特にこう注力しているところでして、まあ、我々あのメンバーとしてもですね、結構あの、まあ、投資銀行であるとか、まあ、コンサルとかですね、まあ、そういうプロフェッショナルファンの受信者が多いところもあってですね、まあ、大企業さんと一緒に仕事するのもまあ好きな人が多いというのもあって、スタートアップにご出資後にそういったその大企業さんをつなぎさせていただいたりとかですね、非常に強みとしているところですね。なるほど。ぜひスパイラルキャピタルさんのホームページのチームメンバーというカテゴリーがありますので、そこをご覧いただければと思うんですけれども、もう皆さんそうそうたるキャリアのお持ちの方々が結集されていると。いうことで、特にあの投資銀行出身ですとかコンサルティングファーム出身の方が非常に多いなという印象があります。
まさに大企業を動かして一緒に投資先スタートアップとこう連携していくというところまで見据えたチーム構成なのかなと、今納得がいきました。はい、はい、では直井さんがジョインされたのは何年ぐらい前ですか？1年半前ですね。大学から今に至るまでざっくりとした流れってどういうキャリアになりますか？だから学生時代でいくと、慶応の理工学部出身で、今学長になられてる伊藤浩平先生の研究室で量子コンピューティング絡みの基礎研究ちょこっとあ、そうだね。で、伊藤先生の研究室に入って海外に出なさいというところは私も結構単純な人間なので感化されて、大学院は海外の方に行きまして、アメリカのカーネギーメロン大学というところに行ったんですけども、結構日本で言うと似てるのは東工大みたいな感じの、これ結構理系の大学なんです。もう理系のまさにトップですよね。入ろうと思ってなかなか入れないと思いますけども、なんかどういったプロセスで入られたんでしょうか？普通に皆さん頑張る僕で入れたんで入りますよ。もうハードルが高いのかなと思いましたけども。そうですね、やっぱり授業とかめちゃくちゃ大変です研究もそうですけど、特になんかこう授業とかはなんか日本の大学だと考えられないと思うんですけど、発言しないと出席してもらえないみたいな、結構シビアな感じだったんで、最初僕もなんか英語なんて片言だったんですけどよくわかんないけど、とりあえず手を挙げてそこから考えるみたいな、サバイブ能力みたいなのがちょっとこう鍛えられましたけど。専攻は何だったんですか？専攻はマテリアルサイエンスで、材料科学の専攻だったですよね。はい、そのグリーンにつながるところでいくと、人工光合成絡みの研究をちょこっとかじっていたところもあって、当時からクライメートテックには興味があるということで、この社会人人生としてもやっぱりそこはなんか軸として大事にしたいなという感じで、新卒でデロイトというコンサルファームに入って、その後の EY ストラテジーというところについて、7年ぐらい経営コンサルだったんですけども、脱炭素技術系 の戦略立案、あとはコーポレート系の ESG 系の案件ですね、そんなところを担当したという感じで、はい、そんな経歴もあったのスパイラルで、クライメートテック中心に投資担当ということで受験しました。はい、ありがとうございます。大学院卒業後はデロイトさんに入られたのはなんかどういった理解で入られたんでしょうか？マテリアルサイエンスってやっぱり日本、今でも全然強いと言われている領域で、業界とかで製品群によってやっぱりトップシェアを占めている企業ってたくさんいるんですけども、で実際そのカーネギーメロンで授業を受けている時も、結構日本メーカーはなんかこう優良事例みたいな形で扱われることも多くてですね、とはいえなんかプレゼンスがじゃあ高いかっていうと、なんか少しそこにギャップを感じたところがあってですね、その当該領域におけるさらにこう事業成長を促すようなこう戦略を考えたりとかですね、なんかそういうなんか仕事をしてみたいなと思って、コンサルを受けたとっていうところもあります。あとは裏話的なところで言うと、結構マテリアルサイエンスって実験器具と本当なんか1日なんか7時間8時間とか向き合うみたいな、結構ザラにあるんですけど、ちょっとそれが性に合わなかった研究室というよりはもう社会で、そうですね、そうですね、それもそれ楽しかったんですけどね、でもなんかやっぱり人と話したりとか、それこそさっき の大学院 の授業とかでディスカッションしたりする時間の方がなんかより好きだったなというところもあって、そういうコンサルの方も似てるんじゃないかと思い、なるほど。コンサルティングのテーマは ESG だったりサステナビリティ、このあたりを特に積極的に担当されていた。そうですね、もう7年のうち丸6年ぐらいはその領域ですね。本当にもう新卒の1年目はちょっと全然違うライフサイエンス系のプロジェクトだったんですけど、もう2年目からはずっと、でもなんならそのチームに入れてくれということで、なんか直談判して、入れてもらってみたいなこともあって、もう基本 ESG サステナ、クライメートテック系って感じですかね。それはやはり大学院でのこう関心領域と合致したからなんでしょうか？そうですね、それもありますね。ちょっと今だとあんまりないかもしれないですけど、当時EV の、マーケットリサーチと戦略立案みたいなとか、そういうのもあったりとかっていうことで、脱炭素技術、そういうテーマでの戦略立案とかの、結構やっていたということで、グリーン関連テクノロジーだと、近かったかな。なるほど。そしてコンサルティングファーム2社を経て、今まさに前職であるベンチャーキャピタルに、転職されるわけですけれども、その時のこう心境といいますか、お考えになっていらっしゃったことってどんなことがありますか？そうですね、もともとコンサルファームにずっといようとは思ってなかったところはあったんですが、30過ぎぐらいになって
て、業種を変えるにしてもできたらこれぐらいの30でできるだけ早いタイミングで転職する方がいいかなみたいなところはちょっとまあ脳裏によぎったんですけれども、なんかモチベーションとして特にあの気候変動とかの文脈でいくと、これからかなりイノベーションが起きていくし、それがビジネスオポチュニティとして非常にこう大きいんじゃないかなっていうのはまああった中で、なんかもう少しこう自分がプレイヤーとしてのその立場をこう取っていきたいなっていうところがあって、まあなのでちょっとこうスタートアップへの転職みたいなのもまあ考えたっちゃ考えたんですけれども、1年半前でなんかそんなにこうなんかたくさん選択肢がじゃあクライメット系であったかってあんまなかったんで、そうですよね、2021年とか、そうですね、1年の後半とかに今転職活動してるので、にわかにクライメットテックなんか盛り上がるんじゃないかっていうふうになり始めてきたぐらいですね。やっぱなんかちょっと残念な、国内で言うとまだ当時ってなんかあんまりこう名前がすごく売れてるようなスタートアップだったかって、なんかそうでもなかったっていうところもあり、まあなってるでしょう、なんかちょっと一社になかなか絞りきれないなと思ってたのが当時でしたね。まあ、中でやっぱ VC ってやっぱこう、まあ、広くイノベーションに関われる、まあ、ポジションというのもあって、自分の思考に結構近いのかなというところがあって、まあ、転職したんですよね。その VC の中で今現職スパイラルキャピタルさんを選んだこう理由っていうのはどういったところがございますか？そうですね、もともとうちってあのエネチェンジっていう、はい、そのまあ、ちょっと脱炭素関連のスタートアップに出資していて、まあ、なんか結構メンバー一同そのクライメートテックには関心があって、でまさにこうハイアリングをしてたんですよね、その領域で、うん、でまあそこにちょっと私がまあ応募させていただいて、すごくこうフィット感があったし、経歴見ると強そうな人は確かに私から見たらなんかいたんですけれども、うん、フレンドリーなメンバーがほとんどね、まあ、なので、なんて言うんでしょう、すごく相性も良さそうだなっていうことで、うん、なんかその領域的な話とあの人の相性っていう観点で、まあ、スパイラルジョインしたっていう感じですかね。なるほど、まあ、うちでいくと、実は未経験の人がほとんどというか、経験者、多分今までで言うと、ほぼいないのかな。このクライメートテックでスタートアップをする、あるいはスタートアップで働くっていうことによるチャンスってありそうですか？